お前、さっきの新入社員だよな。そうだけど。俺がそう返すと、目の前の男は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。男、黒田は、俺のことを勘違いしているらしい。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。俺がもともと知っていた会社のことをベラベラと話したかと思ったら、先輩風を吹かせてくる黒田。勘違いしているとはいえ、どのみちこれは先輩としても良くない姿だ。俺、今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。そうにやりと笑って言ってくる黒田に、イライラが我慢に達していた俺はうなずいた。かしこまりました。じゃあ、給料から天引きしときますね。はあ？俺の言葉に黒田はポカンとした顔をした。この後、彼は真実を知る。そして、驚愕することになるのだった。俺は高石雄介、29歳の独身だ。今まで俺は支社で働いていたが、久しぶりに本社勤務となった。おお、ここが本社か。立派なビルだな。そして、今日は初めての出勤日だ。おお、来た来た。おーい、ゆうすけ。ああ、大地、久しぶりだな。職場に着くと、玄関ロビーで、友人の丸山大地が待っていてくれた。彼は俺の大学からの友人で同期入社した仲だ。入社時から二人で切磋琢磨し競い合っていた。いいライバルで仲間だった。待ってたぞ、ゆうすけ。お前とまた一緒に働けて嬉しいよ。ああ、俺もだよ。これからよろしく頼む。おう、ここには来たことなかったよな。社長室に向かいながら、軽く社内を案内するよ。ありがとう。俺が以前に本社勤務をしていた頃は別のビルに間借りしていた。今では自社ビルを持つほどに成長したが、移転後の本社には今日初めて立ち入る。そんな成長した会社の社長は中川啓太。大学時代の先輩であり、俺と大地をこの会社に誘った張本人だ。社長の中川先輩だけど、全然変わってないぞ。マジか。じゃあ、大変だったろ。ああ、たまに飲みに誘われるし。そうか。大学の頃もよく飲み会行ったよな。行った行った。お前あの頃酔っ払った勢いで告白したの覚えてるか？おい、それは黒歴史だって。しかも振られたし。そうだったな。自然と会話は若い頃の話になった。大地だって旅行先で一人だけ迷子になったじゃん。しょうがないだろ。ついつい気になって足止めたらお前らいなくなってて、あの時はマジ焦ったわ。声からしてテンパってたな。沖縄に行ったこともあったよな。あったあった。落ち着いた頃にまた行こうぜ。そうだな。行こう。今度こそ落ち着いて、ゆっくりな。話をしながら、新しい本社を見回す。それにしても、本当に立派になったな。ああ、入社した時なんか大変だったよな。そうそう、あんまり仕事がなくてさ。食うものに困ってもやしばっかり食べてた。だよな。正直こんなに成長するとは思わなかったわ。あ、あそこが社食な。了解。入社当時は本当に苦労した。だが、あの時の経験があったから、今の会社と俺があるんだと思っている。それはきっと、大地もだろう。あ、丸山部長。ん？ああ、黒田か。おはようございます。と、がたいのいい若手社員が大地を見て、元気に挨拶してきた。ゆうすけ、彼は黒田光一、期待の若手だぞ。
ええ。丸山部長、そちらは？黒田と紹介された彼は、怪訝そうに俺を見た。今日からここで勤務する高石だ。変な時期の採用なんですね。でもこれでやっと俺にも後輩ができる。大地の紹介に黒田は満面の笑顔で喜んでいた。ああ、いや、ゆうすけ、高石は後輩じゃなくて。黒田くん、ちょっと確認したいことがあるんだけど。あ、はい、今行きます。じゃあ、俺はこれで。大地が訂正しようとしたが、黒田は他の社員に呼ばれて行ってしまった。あっちゃ、勘違いしたままじゃないか？そうだな。まあ、後で訂正しよう。とりあえず先輩のところに行くか。だな。あんまり待たせると、今度は何されるかわかんないし。そうそう。俺たちは顔を見合わせて、社長室に向かった。失礼します。おっと、大地とゆうすけか。そうか、今日からだったな。悪い。ちょっとこれから出なくちゃいけないんだ。社長室に入ると、中川社長が今まさに出かけようとするところだった。お久しぶりです。忙しそうですね。何かあったんですか？ああ、ちょっとトラブルがあってな。すぐに向かわないといけないんだ。中川先輩は申し訳なさそうに俺を見た。それでも、バタバタとすぐに出られるように準備をしている。悪いが、ゆうすけ。また後で。ええ、俺は大丈夫ですよ。大地、お前も来てくれ。はい。ゆうすけ、一人で大丈夫か？大丈夫だって。社内を見て回ったり、書類を読んだりしてるから。悪いな。お前に見てもらいたい書類はデスクの上に置いといたからな。はい。アキラがとりあえず代理してくれるから、なんかあったら聞いてくれ。俺は慌てたように出ていく二人を見送った。中川先輩が言っていたアキラ、鈴木アキラというのはこの会社の専務だ。中川先輩の幼馴染で、学生の頃から中川先輩のサポートをしている。鈴木先輩。おう、高石。そうか、今日からだったな。悪いな、バタバタしてて。いえいえ、なんかあったんでしょ？しょうがないですよ。そう言ってもらって助かる。向こうから戻って早々悪いが、いろいろと頼むぞ。わかりました。そういえば、鈴木先輩も？ああ、その予定だ。俺の方は丸山に頼んである。そうでしたか。それから鈴木先輩に挨拶を済ませた俺は、二人に話した通り過ごしていると、昼休憩の時間になった。確か、社食はあっちだったな。俺は、頭の中の地図を頼りに、社食に向かった。従業員たちの雰囲気を見てみたかった、というのもある。が、一番を案内してもらった時に、うちの社食はカレーがうまいんだよ。そうなのか。そう、マジでうまくて。おすすめ。後で食べてみろよ。うまくてびっくりするぞ。どんだけ自慢なんだよ。と自慢していたから、せっかくだしそのカレーを食べようと思ったのだ。あ、お前さっきの。声に振り返ると、そこには先ほど出会った黒田がいた。黒田はまっすぐに俺に近づいてくる。お前、さっきの新入社員だよな。そうだけど、勘違いしているせいか、気安く話しかけてくる黒田。向こうが年下ということもあり、俺はそう返した。すると、黒田は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。はあ。そうだけど、じゃなくて、そうです。だろ？先輩に対する礼儀がなってない。後輩は先輩の言うことを聞くべきだ。つうわけで、大盛りのカツ丼を買ってこい。え？自分で買えばいいんじゃ。席を取っといてやるから、さっさと買ってこいよ。そう言うと、さっさと黒田は去っていく。もちろん、
カツ丼代はもらってない。仕方ないか。ここで突っ立っててもしょうがない。俺は自分のカレーと黒田のカツ丼を購入することにした。おい、新人、こっちだ。ああ、はい。黒田に呼ばれ、彼と同席することに。この会社はもともとは違うところにあったんだが、今じゃこんな立派なビルに移転してる。それだけこの会社大きく成長したんだ。そうですね。ここまで大きくなるのは大変だったらしいぞ。何せ当時はまだ流行ってなくて、仕事を取るのも苦労したそうだ。食事を始めると黒田がこの会社についてつらつらと語り始める。とはいえ、当時からいる俺にとっては知っている話がほとんどだった。適当に聞き流しながら、俺は大地が自慢していたカレーを頬張る。確かにうまい。野菜は少し大きめで食べ応えがあるし、辛みもちょうどいい。自慢するだけあるな。先輩ってのはお前より立場が上だ。だから先輩のことは従え。はあ。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。話はだんだん先輩を敬えという話に変わっていったと思うと、黒田がにやりと笑った。俺、今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。は？思わずあっけに取られてしまった。あははは、なんつう顔だよ。なあ、いいだろ。たった5万だぞ。そんな俺に黒田はゲラゲラと笑っている。ここまでバカにされるなんて、さすがにもう我慢できない。俺は目の前の無礼な若者にイライラしていた。かしこまりました。じゃあ、給料から天引きしときますね。は？笑顔で言い放った言葉に、笑っていた黒田が今度はポカンとした。経理に話しておきます。そう告げ、俺は残っていたカレーを平らげて席を立った。おい、待て。どういうことだ？黒田が追いかけてくるが、無視して食器を片付けた。あ、いたいた、ゆうすけ。大地、今戻ったのか。おう。そこにちょうど大地が帰ってきた。カレー食べたか？俺が勧めるだけあってうまかっただろ。ああ、そうだな。と、黒田？一緒だったのか。あ。大地が俺を追いかけてきた黒田を不思議そうに見る。どうかしたのか？あ、いや。大地、ちょうどよかった。話したいことがあるんだ。俺は大地に全てを話すことにした。話？なら場所移すか？ああ、いや、ここで大丈夫。そうか？黒田となんかあった感じか？いや、大したことじゃないよ。それでさ、この黒田くんが5万貸してほしいんだけど、返さないって言うんだ。それで、給料から補填するって言っただけだ。はあ？大地は意味がわからないという顔で、黒田を見た。どういうことだ？いや、これはちょっと、先輩のことを部長に告げ口するなんて、どうかしてる。そう怒る黒田に、大地はため息をついた。落ち着け。訂正しなかった俺も悪かったが、高石はお前の後輩じゃないぞ。は？後輩じゃない？だって、今日からここでって。大地になだめられた黒田は困惑したように俺たちを見ていた。高石雄介はな、次期社長に任命されて本社に戻ってきたんだよ。その言葉に黒田は驚愕の表情を浮かべた。次期社長？こんなに弱そうな奴が社長とかありえない。いや、社長に強いとか弱いとか関係ないだろう。黒田の言葉に思わず突っ込みを入れた。弱そうと言われて自分の姿を思い浮かべる。確かに
俺はいわゆる童顔だ。身長だって平均より低い。学生の頃から同い年のはずの大地と一緒にいても、なんか高石と丸山って同い年に見えないよな。本当、友達なんてパッと見じゃわかんない。友達っていうより兄弟って言われた方がピンとくるかも。そんな風に言われていた。高石って年齢不詳だよな。そうそう、言っちゃ悪いけど威厳もね。学生時代の友人に何度も言われた言葉。自覚はあるが、その分少し気にしている。祐介はな、俺と同じ同期入社で大学の先輩だった社長や専務と共にこの会社を立ち上げたメンバーの一人なんだよ。そんな。中川先輩は学生時代に起業し、彼に可愛がられてた俺たちはその時から手伝っていた。祐介、大地、待ってたぞ。先輩、今日から改めてよろしくお願いします。ああ、こっちこそ。今日から後輩じゃなくて正式な社員として頼んだぞ。二人には頑張ってもらわないとな。あは、今まで以上に頑張らせてもらいます。卒業してからは社員としてこの会社の発展のために尽くしてきた。中川先輩に振り回されたり、仕事となると厳しくなる鈴木先輩に追い込まれたりして。祐介、頼みがある。はい。フィリピンに行ってくれないか。フィリピンですか。ああ、そろそろ海外進出しようと思ってな。その拠点としてフィリピンに事業所を作ることにしたんだ。それでお前にその責任者を任せたい。数年前、俺は中山社長の事例でフィリピン支社に責任者として行くことになった。慣れない土地でもフィリピン語を専攻していた俺は言語に困らず、現地の従業員とうまくやっていた。やっぱり祐介に任せて正解だったな。ありがとうございます。アキラも褒めてたぞ。あの人も褒めるんですね。確かに仕事には厳しいけど、アキラはお前らのこと認めてるぞ。それにより海外進出は成功し、会社の業績はうなぎ登りになった。で、今回俺が次期社長として本社勤務になった理由は。祐介、俺別にやりたいことができた。はあ、それで？それで他の会社を立ち上げることにした。え、はい？別の？じゃあ今の会社はどうするんですか？そこでお前に任せたいんだよ。祐介なら信頼して任せられるからな。まだ社長は30歳と若いのに。いや、若いからこそ今の会社を俺に任せ、新しく起業することにした。そのため新しい社長として俺が日本の本社に呼び寄せられたのだった。そんな、俺は後輩じゃなくて新しい社長に。黒田、祐介は確かに見た目は弱そうに見えるかもしれない。おい。だけど俺よりも優秀なのは確実だ。だからこそ現社長は祐介を呼び寄せたんだ。俺たちの話を聞いた黒田は呆然としていた。先輩なら後輩を導くもの。後輩は先輩の言うことを聞く道具じゃない。後輩が先輩の言うことを聞くのはその先輩を敬うからだろう。もっともです。俺が諭すように言うと黒田はうなだれてしまった。十分に反省してるらしい。確かに先輩だからって威張られて怖かったから従ってたけど、敬っている人なら自然ということを聞けてたしな。俺が間違っていました。先ほどの威張った感じは消え、すっかり小さくなっていた。この先新入社員が入ってきてもあのような態度をとってはいけない。尊敬される先輩にはおのずとみんなついてくるものだから、そんな人間を目指してくれ。俺あんな態度とったから辞めさせられるんじゃ。
期待の若手なんだろ。ああ、そうだな。なら、今回のことは不問にしといてやる。で、何か困っていることがあるなら、相談に乗るから、何でも言ってくれ。高石さん、本当にありがとうございます。俺、あんな失礼なことをしたのに、本当にすみませんでした。俺、高石さんについていきます。これからよろしくお願いします。ああ、頼んだぞ。はい、必ず役に立ちます。その日、俺が次期社長となり、現社長は別事業を立ち上げることが発表された。もともと社長の中川先輩は好奇心旺盛で、何でも自分でやりたいタイプだ。先輩との出会いも、もともとは彼が立ち上げたサークルに入ったのがきっかけだった。へえ、お前ら見込みがあるな。ありがとうございます。なあ、下の名前は？ゆうすけです。俺は大地です。ゆうすけと大地だな。よし、これからお前らも俺に付き合えよ。え？付き合えって？悪いな、二人とも。ケイタはそういうところあるから。気に入られたってことは、二人とも優秀なんだろうし。まあ、諦めてくれ。そんな感じで俺たちは気に入られ、可愛がられて、いろいろと声をかけられた。ゆうすけ、大地、ちょっと付き合え。え、何ですか先輩。またですか？ああ、今度は沖縄に行くぞ。悪いな、付き合わせて。どうしても二人を連れてくって聞かないんだよ。そのため、学生の時から、俺や大地は振り回され続けた。鈴木先輩もなんだかんだ言いながら巻き込んでたし。ゆうすけ、大地、俺、アキラと一緒に起業することにした。ついにですか。先輩ならいつかやりそうだと思ってましたよ。だろ？だけど、学生だからな。人手が足りない。だから、二人の協力が欲しい。わかりましたよ。もちろん、手伝います。起業の際にも、俺たちは真っ先に声をかけられて、手伝っているうちに、立ち上げメンバーになっていた。しばらくは、中川先輩に振り回されることもなくなるな。しみじみ言うなよ。確かに振り回されてきたけど、これからは鈴木先輩に頑張ってもらおうか。感慨深くつぶやくと、大地は苦笑して言ってきた。それから、やることを終えて会社を出る。高石さん。ああ、黒田。すると、黒田が会社の前で待っていた。本当に、申し訳ありませんでした。反省してるのならもういいさ。それで、謝りに来ただけか？いえ、話を聞いてほしいんです。ああ、わかった。俺は黒田を連れ、近くの店に入ることにした。それで、話って？もしかして、金のことか？はい。実は、俺、今、生活に困っていて。黒田は、言いづらそうに話してくれた。俺、シングルマザーの家庭で育ったんです。親父は、どこの誰かもわかりません。顔すら覚えてないです。そりゃ、大変だったろう。それで、俺にはまだ高校生の弟と中学生の妹がいるんです。お袋は俺たちを育てるために一生懸命働いてくれました。朝早くから遅くまで、いくつも仕事を掛け持ちして、俺もバイトとかしてたんですけど、お袋には相当負担がかかっていました。俺は普通の家庭で育ったから、そういった苦労は感じたことがないが、黒田自身も苦労したのだろう。どこかくたびれた顔をしていた。それで、お袋は最近体調を崩すようになって、今、入院しているんです。それは心配だな。ええ、過労だそうです。それで俺が一人で家族を養ってる状況なんです。正直、ギリギリなんですけど、兄弟たちの学費も稼ぎたくて、それで副業として、
夜遅くに工事現場で働いてるんです。確かにうちの会社は今や世界に通じている大手だが、若手である彼では生活費と入院費を稼ぐので精一杯なのだろう。高石さんは海外にいたとお聞きしました。ああ、そうだな。多少きつくてもいいです。稼げる方法を教えてください。お願いします。黒田は俺に頭を下げた。このままだと弟の受験に間に合わないんです。お願いします、高石さん。必死に頭を下げて懇願する黒田。あの時どうして5万円を貸してほしいと言ったのか、彼の話を聞いて理解した。それと同時にガテン系のように体が鍛え上げられている理由も分かった。そりゃ毎晩工事現場で働いてたら嫌でも鍛え上げられるだろう。俺の弟はすごい優秀なんです。あいつなら上の大学だって目指せるんです。だから大学に行かせてやりたいんです。そのためならどんな仕事でもやります。俺、体力や頑丈さには自信がありますから。そうか、まあ確かに心当たりはある。だけどな、優秀な社員をよそに引き抜かせたくないな。そう言って笑えば黒田が顔を上げた。悪いようにはしないから少し待っていてほしい。はい、わかりました。それから調査によって黒田の言っていたことは本当だと分かった。黒田、次こっち。はい。夜の工事現場で一生懸命に働く姿を俺自身も目撃していた。さすが黒田だ、頼りになるな。ありがとうございます。きついはずの仕事をそんな様子を一切見せずに働く黒田。そんな黒田は翌朝には、おはようございます、今日もよろしくお願いします。何もなかったように元気に挨拶をして仕事に励んでいる。黒田くん、こっちいいかな。はい。そっち終わったらこっちもいいか。はい、すぐに行きます。昼でも夜でも頼られる彼、体力のある黒田であるからできることなのかもしれない。だがこのままでは倒れてしまうのではないかと心配になるほどだった。それは俺も思っていた。ゆうすけの言う通り、夜明け近くまで働いて数時間だけ寝て出社してるらしい。このままだと母親のように過労でいつ倒れてもおかしくない。大地も彼のことを心から心配しているようだった。これは早急に進めないとな。俺は考えていることを進めるために動き出した。社長になった俺は必ずやると決めていることがあった。それは社内の福利厚生の一つとして、社員の子供や兄弟に向けての無利息の奨学金を制度化することだ。成績や内申での審査はあるが、進学や留学のための学費を捻出するためのもの。またこの制度を利用して進学を受けたもので、希望があれば卒業後に会社に採用されることとした。この制度の導入で会社は優秀な人材を獲得することができるようになり、社員のモチベーションも上がった。真っ先に制度を受けるように声をかけた黒田も、もちろんこの制度を利用している。彼の弟はこの制度を使い有名大学に進学、今は経済を学んでいるそうだ。いずれは海外で働きたいって言ってるんですよ。そんな彼が入社を希望してくれてたらいいなと俺は願っていた。そして黒田はすっかり俺を信頼し尊敬してくれるようになった。お前に言われた件で変わったよ。少し前に入った新人に丁寧に仕事を教えてて、すごい慕われてるぞ。へえ、そうなんだ。まあ弟のことで焦ってなきゃ普通にいいやつそうだしな。そうそう、それにあのガタイだし、ボディーガードも兼ねて俺の助手にしたいくらいだよ。そう言って笑う大地も黒田のことを気に入っているらしい。それにしても、それもいいアイデアじゃないか。そんなことを俺も思い始めていた。あれから黒田とよく話すために食事に行くことがある。
その時に、そういえば黒田は何かやってたのか？結構体引き締まってるけど。ああ、俺柔道部に入ってたんですよ。それで体力と気合だけはあるんですよ。そんなことを話した。ちなみに空いた時間で時々柔道をやっているらしい。それで工事現場での仕事を辞めた後も体が引き締まってるそうだ。そんな彼ならボディーガードとしても有能なんだろうな。それから数年後、俺は社長として盤石な地位を築いていた。黒田は専務となった大地の直属の部下として俺を支えてくれるようになった。実は先日不審者に襲われそうになった際、黒田は得意の柔道で犯人を取り押さえた。それで警察から感謝状をもらったくらいだ。まさかあの時の大地の言葉が現実になるとは思ってなかったけど、あの時の黒田はすごかったな。やめてくださいよ。俺もともと体育会で中学、高校、大学で先輩にだいぶしごかれてたんですよ。だから先輩の言うことは絶対というのが残ってしまっていたのだろう。しかしその悪しき慣習を忘れ、今では誰からでも慕われる理想の先輩となっている。そんな彼の弟もこの会社に入社し、今ではフィリピンで活躍している。弟も高石さんに恩義を感じてるんですよ。それでその分を仕事で返そうと張り切ってるんです。そうか、それはありがたいけど、無理するなって伝えといてくれ。お前たちは無理して頑張る傾向にあるから。はは、承知しました。あれ、黒田か？声をかけられて振り返ると、がたいのいい男が立っていた。え、あ、監督。監督って、もしかして工事現場時代の？そうです、久しぶりだな。声をかけてきたのは当時副業していた先の現場監督だったようだ。この前新聞でお前のことを見て、どうしてるのかと思ってたんだ。新聞？不審者捕まえて警察から表彰されたんだろう？それでしたか。現場監督に言われ、黒田は照れくさそうにしていた。と現場監督は黒田をじっと見つめた。いいところに拾ってもらったな、黒田。え？あの頃のお前は家族のために少しでも稼ぎたいと言ってたし、事情があるんだと思ったから雇っていたが、正直働きすぎていつか倒れるんじゃないかって思ってたわ。現場監督もですか？え？あんたも思ってたのか。はい、みんなから頼りにされてたし、何でも一生懸命だったけど倒れないかとヒヤヒヤしていました。それ実は弟たちにも言われたんです。そんなにわかりやすかったですか？そういうわけじゃないさ。お前は働き者だったからみんな心配してただけだ。そう言い現場監督と共に笑う。それに黒田は照れたように苦笑していた。そんな出会いから数日後。久しぶりだな。そっちも順調そうで何よりだ。鈴木先輩から連絡があった。ちなみに中川先輩の方の事業も大成功したらしい。彼に引き抜かれていった鈴木先輩がいろいろと教えてくれた。相変わらず周りを振り回してるけど、それがあいつらしいんだよな。そうそう、高石たちの方に頼みたい仕事があるって言ってたぞ。どうやらまた俺はあの先輩に振り回されそうだ。そのことを大地に話したら彼も苦笑していた。本当、中川先輩らしいだな。今度は黒田も巻き込んでみるか。そういえば相変わらず祐介は年齢不詳だよな。どういう意味だよそれ。お前って相変わらず童顔じゃん。黒田と並んでもどっちが年上かわかんねえぞ。うるさいな。社長として働いて長くなったが、威厳というのはそう簡単にはつかないらしい。相変わらず大地と俺は同い年には見られない。それどころか鍛えているせいか黒田とも兄弟に見えるらしい。ちなみに俺は結構気にしてる。俺も鍛えたら
少しはマシになるか？手遅れだろ。だよな。せめてもう少し威厳があればな。思わずそんなことを思ってしまった。そして予想通り俺たちは中川先輩に呼び出された。黒田を巻き込んで中川先輩たちの会社を訪れる。お久しぶりです、先輩。相変わらずらしいですね、中川先輩。お久しぶりです、中川前社長。ああ、久しぶり。そっちは当時でも期待の若手って言ってた黒田か。はい、黒田光一です。元気でいいな。お前たちが連れてきたんだ。優秀なんだろ？はい。あ、ありがとうございます。さ、早速話をしよう。中川先輩からの頼み事というのは、今度コラボして商品を出そうというものだった。それなら、なあ、大地。俺も考えてた。黒だ。はい。この件、お前に任せてみようと思う。うん。これなら海外を巻き込むのもいいな。弟の方とも連携してやってみろ。俺でいいんですか？黒田だから任せたいんだ。頼んだぞ、黒田。はい。この案件はフィリピン支社とも連携し、大成功を収めた。それにより俺と中川先輩の会社は、さらに名を知られることに。俺は、社員を大切にする会社は、社員がしっかり働いてくれる会社だと思っている。高石さん、丸山さん、こっちの案件なんですけど。ああ、ありがとな、黒田。本当に助かるわ。いえいえ、俺はこの会社、高石さんたちに救われたんですから、これくらい当然ですよ。会社のために尽くしてくれる社員を、これからも大切にしていきたい。お兄ちゃん。あれ、どうした？母さんまで連れて。今日はお祝いを兼ねて、外で食べようと思って。あ、高石社長。高石社長さん、こんにちは。はい、こんにちは。私もいつかこの会社に入るのが夢なんです。そうか、楽しみにしてるよ。ああ、そうだ。今回の報酬に休暇と臨時ボーナスを出すことになった。今度、みんなで弟のところに行ってやるといい。本当に、ありがとうございます。もちろん、社員の家族も、その対象である。これからも、社員とその家族のため、働きやすい会社を作ろうと、俺は、改めて誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。失敗するんじゃないぞ。お前が失敗したら営業一家の恥なんだからさ。いつも嫌がらせをしてくる寺島課長。嘲笑しながらネチネチとプレッシャーを与えてくる。正直この変な汗の原因はほとんどがこの男のせいなのだ。最近となっては彼のことを生理的に拒絶してしまうようになり始めている。でも、そんな中でも、仕事上のパートナーの水島さんだけが、優しい言葉をかけてくれた。私は、彼の言葉のおかげで、大切な商談に臨むことができた。そして、久しぶり！商談相手は、約束していた部屋に入ってくるとすぐ、私にそう言ってきた。少し驚きつつも、私は相手の顔をよく見る。そして、私の名前は北村なぎさ。とある菓子メーカーに勤めていて、営業に出る人の補佐を担っている。基本的に仕事内容は、営業の人が取ってきた案件や契約に関する書類や資料をまとめたり、電話対応をしたりといった事務的なものが中心的。人前に出るのが苦手な私にとっては、とてもやりがいのある仕事。一方で私が補佐している人は、社内でも目立つほど成績が良い営業マン。名前は水島さんといって、そろそろ昇進するのではと、あちらこちらで噂されている。私としては、そんなにもすごい人の補佐をできることが、とても誇らしかった。このままこの人と一緒に仕事をしていけたらなと、
時々考えたりもしていた。しかし、そんな二人の仕事上の関係に対して不満を抱く人もいた。私の直属の上司である課長は、どうも私のことを毛嫌いしているようだった。例えば、他の人と比べて素朴な見た目、言葉を選ばないのなら地味な見た目をしている私のことをバカにしてきたりする。それから学歴マウント。課長は京都大学出身でエリートの道を進んできた人。多くの人の中でも特に優れているとも言える彼は、みんなから一応すごい人だと思われている。一方私はというと、就職の際に提出した履歴書上では高卒ということになっている。こうなってしまえば学歴マウントを取られるのは仕方のないことかもしれないけど、課長の場合何かと理由をつけてそのことで小言をつぶやいてくる。その影響なのだろうけど、課長に気に入られている女性社員たち、いわゆる腰巾着のような人たちも、課長の言動に乗じて私にいろいろと言ってきたりもしていた。しかし幸いなことに、これらの原因はわかっている。私の仕事のパートナー水島さんだ。会社のエースである彼と目立たない私が組んでいることに不満を覚えている。普段から私たちのことを妬ましそうに見てくる彼の表情を見れば、そうだとすぐにわかる。それに加えて彼は私が仕事ができない人間で、その分を水島さんが頑張って補っていると考えているらしい。これは腰巾着社員たちのこそこそ話を偶然聞いた時に知った。しかしそんな中でも水島さんは、渚の仕事は丁寧だし助かっているよとしばしば声をかけてくれる。正直私も普段の仕事の中で彼の足を引っ張っているんじゃないかって心配になっていたのだけれども、彼はいつも真剣な表情で助かっていると何度も言ってくれる。そのおかげで私は自分に自信を持つことができている。ある日、私は課長が作成した文書に目を通す機会を得た。次の商談に関する文書だと彼は言っていた。作成したのは本人。これ近いうちに読んでおいてくれよな。はっ、まあ高卒のお前には何が書いてあるのかさっぱりだろうけどな。頑張って読解でもしておけ。はあ、わかりました。いつもの調子だから正直少し慣れていた。私は課長の言葉を聞き流した後で、渡された文書にさっと目を通した。その時、英語の綴りがところどころ間違っているのに気がついた。単なるミスならまだよかったのだけれども、最後まで同じ単語のスペルが間違っている。しかも一個の単語だけでなく、いくつかの単語でミスが見られた。これはさすがに言わなければならないと思い、すみません、ここの英語のスペル間違っているのですが、と言った。正直そんなことを言えばまたいろいろと言われてしまうことは目に見えていた。しかしこれは彼個人の問題だけでなく、会社の能力を疑われかねないもの。はあ？課長は不満そうにそう言いつつも、自分が書いた書類の見直しをした。高卒のくせに生意気だなお前。自分よりも学歴が上の人間に意見するとは、いい度胸してるじゃないか。低能のくせしてよ。申し訳ありません、ですがこれは会社の信用に。そう言いかけている時、彼が私の言葉を遮った。うるさいな、いつまでそこでぐちぐち言っているつもりか。さっさと自分の仕事に戻ったらどうだ。あ、はい、申し訳ありませんでした。結局彼があの間違いを訂正したのかはわからない。でもこれからは彼が何かしらのミスを犯していても何も言わず何もせずの姿勢をとっていこうと私は決意した。しかしこの出来事があってから、課長からの当たりがきつくなった。直接的な嫌がらせももちろんのこと、私にわざと聞こえるように愚痴を言ってきたりするようになった。さらに英語のスペルのことを指摘されたことが不満だったのか、英訳を必要とする面倒な仕事を私に大量に押し付けてくるようになった。その時にパートナーの水島さんが、大丈夫？と声をかけてくれた。
うん、大丈夫。前と比べて最近は特にひどいな。俺からもいろいろと言ってみるけど、渚も無理はするなよ。いつでも俺を頼ってくれ。ありがとう、水島さん。でも本当に大丈夫だから。この人はとても優しいから、きっと私が助けてって言えば自分の立場を顧みずに動いてしまう気がした。うぬぼれかもしれないけど、それでもこの人には面倒をかけたくないという気持ちが私の中にあった。だから私はいつものように自信のない嘘の笑顔を浮かべるのだった。そんな苦悩の多い日々の中で、ヨーロッパの企業との共同企画、コラボをすることが決まった。しかし、こういうのは企画部の仕事。そんなことは営業部にいる私とはあまり関係はないなと、当時は思っていた。しかし、後日発表されたプロジェクトのメンバーのリストに、私の名前が載っていた。いくらなんでも、海外との取引なんて、私には荷が重すぎる。さすがに引き受けることはできないと思った私は、今回の企画のリーダーに話を聞きに行った。そしたら、私をこのプロジェクトに推薦したのは寺島課長だということが分かった。寺島くんからは、君は随分と英語が堪能だと聞いているよ。今回のプロジェクトにはもってこいの人材だと偉く推薦していてね。そんな、決して堪能というわけでは。けどこのメンバーで行くと会社の上層部が決めてしまってな。今から変更するとなると、君の穴埋めをするために私たちが苦労することになる。まあこっちの問題ではあるけれども、でも君にはぜひとも参加してほしい。この通りだ。リーダーはそう言って私に頭を下げてきた。反射的に頭を上げてくださいと私が言うと、彼はそっと顔を上げた。わかりました。ご期待に添えるよう努力いたします。助かるよ、北村くん。結局私は今回の企画に参加することになった。話が決まった日の帰り道、私は課長のいつもの愚痴を耳にした。あいつは英語が得意だからな。この俺に生意気にも意見してくるくらいに。失敗した時は散々そこを責めて、プライドを切り裂いてやってからクビにしてやるさ。これで目障りな奴はいなくなる。それを聞いて私は理解した。今回のこれもあの課長からの嫌がらせなんだと知った。しかしそうであっても不思議な点がある。今回の企画はうちの会社の企画部の部長大西真紀子さんも参加する。大西部長はバイタリティあふれるキャリアウーマンで、常に理想と目標を持つ情熱的な人物。社内でも仕事ができる次期役員として多くの人たちから期待されている逸材なのだ。そんな人が企画の主要メンバーの一人として参加している。いくら推薦があったとはいえ、なぜ平社員をやってきた私なんかが選抜されたんだろうと、不思議で仕方がなかった。海外進出を目指すうちの会社にとっては、未来の運命を大きく左右する重要なイベント。参加したいと思っていたエリートたちもたくさんいたはずなのに。でもそんなことで悩んだって仕方がない。いずれにせよ、大きなプレッシャーを抱えた状態でこれからしばらくの間仕事をしなければならないことは変わらないのだから。先方との関係構築等の下準備は上層部の人たちが行ってくれた。そして今日はその土台の上で1回目の商談が行われる日。私は緊張でベタベタとした汗をずっとかいていた。それに加えて、私を嫌がらせのつもりで企画に推薦した課長は、失敗するんじゃないぞ。お前が失敗したら営業一家の恥なんだからさ。と嘲笑しながらネチネチとプレッシャーを与えてくる。正直この変な汗の原因はほとんどがこの男のせいなのだ。最近となっては彼のことを生理的に拒絶してしまうようになり始めている。でもそんな中でも仕事上のパートナーの水島さんだけが優しい言葉をかけてくれた。渚ならきっと大丈夫。今まで俺の助手を完璧にこなしてきた君なら
この商談もきっと乗り越えられるはず。この俺が言うのだから間違いないよ。ありがとう、水島さん。頑張ってこいよ。今夜は美味しいお店に連れて行ってあげるから。本当？それなら少し前向きになれるかも。彼の言葉は優しく私の心を温めてくれる。これまでもそうだった。だから彼と一緒に仕事をしているときは幸せのような心地よい何かを感じていたりもした。ありがとう。頑張ってくるね。彼に対する感謝の気持ちを胸いっぱいに満たしたままで、私は商談に臨んだのだった。商談することになっている部屋には、私たちプロジェクトのメンバーのうちの数人が待機していた。その中には大西部長の姿もあった。彼女の表情は自信に満ち溢れていた。正直、少し羨ましいと思った。私もこんな美しく、まっすぐな眼差しで未来を見据えるような女性になりたかったなぁと。そんな風に考えていたら、部屋の扉がガチャッと音を立てた。来た。思わず声が漏れる。今回の商談相手が入ってくる。相手は男性と女性、それぞれ一人ずつ。どちらも外見からして若い人だとわかる。私と大西部長は立ち上がり、彼らに挨拶の言葉を述べようとした。しかし、私が一言、二言、言葉を口にしたとき、相手が突然驚いたようなリアクションをして、私に近づいてきた。おお、なぎさ、久しぶりね。少し英語のイントネーションが残る日本語で、彼はそう言った。最初は緊張してよく顔を見ていなかったけれども、一度深呼吸してもう一度確かめてみて、知り合いだということが分かった。リチャード、あなただったの？そうそう、俺だよ。リチャード、それじゃあ日本で有名なかのオレオレ詐欺みたいですよ。リチャードにそう指摘した女性はクールな雰囲気の人だった。本当に久しぶりだね。大学以来だよね。イエス、会いたかったよ。来日のために頑張って日本語を勉強したんだなって。彼が必死になって話している姿を見て、練習しているリチャードの姿が容易に想像できた。私は彼にもっと気楽になってもらおうと、大学時代と同じように英語で会話をした。しばらくたわいもない会話を交わした。では商談に戻ろっか。とリチャードが楽しげに言った一言で、その時間は終わった。その時になって、私は大西部長が驚いたような顔をして、私たちを見ていることに気がついた。多分、私たちが知り合いだったことに驚いているんだろうなと思って。ああ、彼は大学生時代の同級生で、リチャードと言います。昔はよく一緒に課題に追われていました。と説明した。すると大西部長は少し苦笑いをした。そして、あなた、一体何者なの？とひそひそ話をするように私に尋ねてきた。そうですね。では商談の前に私の過去とリチャードたちとの日々をお話ししましょう。思い出も添えて。商談をするにあたって自分の内側にある事情などを相手に見せるのは戦略の一つでもある。そうすることで信頼関係を築きやすくなるから。でもそれはついでというか、成り行きに過ぎない。この場においては、ただ単純に、昔の楽しかった思い出をリチャードと共に語り、そして、大西部長と向こうの女性の方と共有できたらなと思っただけなのだ。かつて私は、大学受験に失敗した。国内屈指の難関大学に挑戦していたものだから、敗北に終わったことに、強烈な悔しさを感じた。しばらくの間、他のことに手がつけられないくらい枯れていた時期があった。その時に私は世界中の人と一緒になって遊べるゲーム、いわゆるソシャゲと呼ばれるものにのめり込んでしまっていた。そこで私はとある一人のプレイヤーとの出会いを果たした。最初は寒いギャグばかりを言う面倒くさい男だと思っていたんだけど、だんだんと彼の言動に含まれるぬくもりに気づいていった。受験勉強で辛い思いをしたと話をしてみれば、
彼は全力で笑わせようとしてくれる。その時は善意に応えるつもりで、ありがとうと言っていた。でも辛いことを相談したり話したりするたびに、不器用ながらに気遣ってくれる彼の優しさが積み重なって、次第に私は救われていった。そしてある時に、大学受験もう一度挑戦してみないかと彼に言われた。正直、受験に挑戦したいと思えるほど大学に興味を持てなくなっていたので、どう返事しようかと悩んでいた時、彼は、じゃあ僕と一緒に僕の国の大学に挑戦してみない?と元気に言った。その時私は強烈な好奇心に鳥肌が立った。そうだ、そうだよ。今までいい大学に行けても、どのみち社会で家畜のように扱われるだろうとばかり考えていたけど、そうだよね。海外の大学に挑戦するっていう、とてつもなくワクワクする巨大な壁があるじゃないか。難しくって玉砕するようなことがあるかもしれないけど、それでも自分の時間と努力を費やして挑むだけの魅力はある。すっかりと忘れていたあの頃の情熱を思い出した私は、それいいねと言った。そして続けて、でもそうなるとしばらく一緒に遊べないねと言うと、彼は、おお、なあ、しまったと、日本人男性がめったに出さないような声で残念がっていた。こうして私はこのプレイヤーと同じ大学、イギリスにあるケンブリッジ大学へと挑戦することを決意した。しかし、やはり日本人である私が受験資格を得るのには苦労させられた。国も違えば教育課程もまるで違ってくる。それでも私は受験勉強という嵐の海を耐え抜き、資格取得の壁を越え、そして受験という山を登った。その結果、私は頂に用意された合格を手にすることができたのだった。その後、ゲームで知り合った彼とも直接会い、友人として多くの人と共に大学生時代を満喫した。そして皆で一緒に無事に大学を卒業することができた。卒業後もしばらくはイギリスで生活をしていたけれども、ある日、母さんが病に倒れたという知らせを親戚から受けて、私は帰国を決意した。そして日本に戻り、母さんを支えながら就職した会社で毎日仕事に励む生活を送るようになった。その時のプレイヤーであり友人だった男性こそ、今回商談に来たリチャードなのだ。彼は私との再会をとても喜んでくれているようだった。挨拶として頬に軽くキスをした後、渚と一緒に仕事ができるだなんてとても嬉しいよ、夢みたいだと無邪気な少年のように喜んでくれていた。でも本当にすごいよね。私もイギリスに住んでいた頃に少し手伝った程度だったけど、あなたが立ち上げたファッションブランドがここまで大きくなるなんてね。みんなに支えられたからこそさ、今でもたくさんの人に支えられている。まるでトランプタワーの上に乗せられた最後の三角形のようにね。みんなが支えてくれないとバラバラになっちゃって僕も落ちちゃう。確かにそうだね。今となっては彼は立派な有名ブランドの社長。ちなみに今回一緒に来た女性は彼の専属の秘書で、マリアさんという。今回の企画が会社の未来を大きく左右する理由というのは、このプロジェクト自体が非常に特別なものだからなのだ。彼が立ち上げた会社は今までどこのメーカーやカンパニーともコラボレーションしたことがなかったから、英国でも日本でも非常に注目されている。ここを貫いてきた新進気鋭の実業家として知られた彼の姿は、ここ最近英国新聞にも大々的に取り上げられているそうだ。製菓メーカーとのコラボレーション、新ブランド立ち上げのプロジェクト、企画部長としては何としてでも成功させたいもの。私は隣でいろいろと小さな提案をしてみたり、小話を挟んだりしていただけだった。もちろん商談に真面目に取り組んで、自分ができる精一杯の提案を言葉にしてみたりもした。でも大西部長がたぎらせる熱量は私とは比べ物にならなかった。リチャードも普段の彼からは想像もできないような、
経営者として威厳のある姿勢をしていた。私はそんな二人が放つ覇気のぶつかり合いを見守った。商談の終わり頃、リチャードから、そちらの条件でぜひお願いしますと色よい返事をもらうことができた。ここまで来れば商談は大成功に終わったも同じ。日本の企業にもあなたのような優れた腕を持つ人材がいるのですね。お見それいたしました。大西部長は秘書のマリアさんからも高く評価されていた。それに対してリチャードが、大西さんもすごいけど、ここにいる渚もすごいんだよ。ファッションブランドを立ち上げたらって最初に提案してくれたの、渚だしね。その発言に大西部長が驚いた。やだな。私はただの平社員だよ。その後も私のことをその場にいた二人に自慢してくれたリチャード。恥ずかしくてみんなの顔を見ることができなくなってしまったけど、正直少し嬉しくもあった。あ、そうそう、僕しばらく日本に滞在するんだ。よかったら今度一緒に食事しに行こうよ。いいね、久しぶりに一緒にご飯を食べよう。 It's there。 大西部長は商談が大成功だったことを大喜びした。商談中に出したアイデアや営業のパートナーの水島さんから日常的に仕込んでもらっていた話術等がとても良かったと褒めてくれた。私はこの商談を経た後でこの人のことがとても好きになった。ちなみに課長や営業課の女性陣は私の成功を聞いてとても驚いているようだった。最初は失敗に終わるだろうと思っていたみたいだ。彼女たちは私が称賛の声を浴びている間、遠いところから悔しそうな表情で私のことを鋭く睨んできていたのだった。そんなことがあったから課長たちからの嫌がらせはさらにエスカレートした。今までずっと振られてこなかったような資料室の掃除やゴミ捨て等の雑用をひたすらに押し付けてくるようになった。私にだって自分の仕事があるのに、そもそもそういった環境を維持するような作業はみんなで協力してやってきたもの。傍から見ても分かりやすい嫌がらせをする課長たちに、さすがに営業一課にいる社員たちも表情を曇らせるようにはなったけれども、おのおのの立場もあってなかなか言及することができないようだったけれども、こんな時でも水島さんは私に押し付けられた雑務を一緒に片付けてくれたりしてくれた。ごめんね、いつも迷惑をかけちゃって。そんなことをつぶやいたりすると彼はいつも笑顔で、いつも助けてもらっているからね、これくらいお安いご用さと言葉を返してくる。俺は渚が補佐についてくれているからこそいい成績を残すことができているんだから、俺と君は二つで一つだ。だから君のピンチは俺のピンチというわけさ。そう言ってもらえて嬉しいよ。でもそれってさ。うん？いいえ、なんでもない。そこまで言ったのなら最後まで言ってくれよ。何も気づいていなさそうなすっとぼけた顔をする彼を見ると、ふと思ったことを口にする気がすっと消えていった。そういえば商談相手の社長リチャードさんだっけ、渚の大学時代の知り合いだったそうじゃないか。そんな偶然もあるんだな。雑談の延長線上で彼が言ったことに私は少し驚いた。しかも流暢に英語を喋っていたそうじゃん。本場の人相手に自由に会話できるの本当にすごいと思う。褒めすぎだよ。でもなんでそのことを知ってるの？だって私商談での出来事とか誰にも詳しく話してないはずだけど。ああ、それな。言いにくそうに口を開く水島さん。実は企画部部長の大西さん、あの人俺のおばなんだ。詳しく話を聞くと水島さんが大西部長と同居していることが分かった。彼のところは大家族で、自分と兄弟、それから両親とおば夫婦、祖父が一緒に暮らしているのだという。水島さん本人は仕事に夢中になりすぎると
自分の身の回りのことをおろそかにしてしまう悪いところがあるから、そうして家族と暮らすことで家事面のサポートを受けていると。そしてそれは叔母の大西部長も同じであると。二人揃って仕事はできるけど家事は苦手であることと、いろんなことを教えてくれた。まあ俺自身意外と何もできなかったりするんだ。その幻滅したか？私は首を横に振った。むしろ少しほっとした。遠い存在で完璧と思っていた人にそんな意外な一面があったんだって。なんだよ。照れくさそうにする彼を見て、私は思わず笑いをこぼした。あ、もしかして私があの企画のメンバーに選ばれたのって。実はまあこっそりおばに推薦してたんだ。ぜひとも渚をメンバーに加えてくれって。水島さんは企画メンバーを考えていた大西部長に私のことを話したのだという。もともと候補として優秀な人たちが挙げられていた。もちろんその中には私の名前なんてなかったけれども。あなたがそこまで推薦するほどの人物ね、と私に興味を抱いてくれたのだとか。そこから水島さんは、私が仕事はきっちり丁寧に仕上げることや細かいところまで気を配れるところとか、それに加えて英語の能力も期待できるところなど、いろいろと長所となる部分を熱弁してくれたみたいだった。まあそんな話をしたらさ、担当者に据えてみてもいいかもって思ってもらえてさ。そうだったの。嬉しいな、水島さんにそんな風に思ってもらえていて。事実を述べたまでさ。ふっ、ありがとう。私これからも頑張るよ。おう、その調子だ。その後リチャードとのメールでのやり取り等で企画の方針が大体決まった。そしていよいよ始動に向けての大事な商談をする時が来た。しかしその直前で、おい北村、急ぎの仕事が入った。すぐに取り掛かれ。申し訳ありませんが、これから大事な商談がありますので。うるさいな、やれと言ったらやれ。それにこれをお前がやらないと水島が困ることになる。お前だってそれは嫌だろ。それは。水島さんの名前を出されたことで私はきっぱりと断れなくなった。わかりました。なんとか頑張ってみます。そう言って私は課長からの仕事を引き受けようとした。その時、その仕事俺が引き受けましょう寺島課長。水島さんが現れた。な、水島、お前外回りに行ったはずでは。ええ、行っていましたよ。そして戻ってきました。その仕事俺の方で引き受けますよ。水島さんはそう言って課長からの仕事を強引に奪った。これは俺の方でやっときますけどね、いい加減こんなどうでもいい仕事をうちの北村に振るのやめてもらってもいいですか。今現在俺の足を一番引っ張っているのあなただってこと自覚してくださいね、と彼はそう言って仕事に取り掛かった。すると課長は、優秀な君がするような仕事ではない。ほら、ちょうど彼女は暇そうにしてるじゃないか。だから彼女にこの仕事を。いい加減にしろ。どれだけ人に迷惑をかけたら気が済むんだ貴様。水島さんが初めて隣声を上げた。第一営業部の社員一同がいてついた。ちょうどそんなところに大西部長とリチャードがやってきた。渚を迎えに来てみたけど面白いことになってるね、とリチャードは英語で言った。そして私の肩に手を回した。そして自分が言っていることを君はわからないだろうとでも思っているのか。君は随分と頭が足りないようだ。このような素晴らしい人材をくすぶらせておくことしかできないなんてね、と言ってにひって笑ってみせた。その後に続いて大西部長は言った。彼女はね、今回の企画が成功した暁には表彰されることになっているの。そして
そのまま企画課へと移動し、そこの課長へと昇進する予定よ。寺島課長、あなたと並ぶ役職にね。それから、あなたが彼女に対して行ってきた嫌がらせは、すべて聞いているわ。さて、これを報告しちゃったら、あなたは一体どうなるのでしょうね。彼女は静かに微笑みながらそう言った。寺島課長は顔を真っ青にして、自分の椅子に腰を落とした。ねえ、渚、いっそのこと、うちの会社に来ないかい？君なら大歓迎さ。皆の視線が集まる中で、リチャードが堂々とそう言った。それをきっぱりと切り捨てるように否定したのは、水島さんだった。こんなところでレディーを口説き落とそうとするとは、英国紳士として教育がなってないんじゃないか？と、彼は英語でリチャードに言い返した。するとリチャードは大笑いしだした。かと思えば、今度は獣のような不敵な笑みを浮かべて。これがビジネスというものなのだよ。庶民の君にはわからないかもしれないが。と言い返した。二人の間で何かがバチバチと音を立てているような気がした。ごめんね、リチャード。私、今ここで水島さんや大西部長と仕事ができるのが楽しいの。だから、イギリスへは行かない。おお、それは残念ね。彼は少し寂しそうにそう言った。すると、彼の横に控えていたマリアがため息をついた。このこと、奥様に報告しておきますね。おっと、マリア君、君も随分とジョークが上手くなったものだね。突然焦り始めるリチャード。私はふと彼の指に意識を向けた。そして薬指に指輪がはめられているのを見つけた。リチャード、結婚したんだ。私はつぶやくように言った。そして続けて、いつからそんな浮気者になったの？とちょっと意地悪のつもりで聞いてみたら、案の定彼は、おお、そんなことないですよ、と言い訳をするように言った。でも彼はすぐに冷静さを取り戻し、水島さんの方を見ていった。まあ、僕という人がいることを忘れないことだ、ミスター水島。あまりうかうかしてたら、本当に彼女のことを連れてくよ。水島さんは珍しく少し動揺しているように見えた。ははは、日本男女を可愛がるのもこの辺にしておこう。ではこの辺で失礼。この後商談があるものでね。リチャードは高笑いしながら第一営業課のオフィスを後にした。今回のことで寺島課長はコンプライアンス会議にかけられ、降格処分を言い渡された。その他にも社内で嫌がらせ行為を働いていた者たちは減給処分を受けた上で他の部署へと飛ばされていった。第一営業課のメンバーは大きく変わることになった。ちなみに私は大西部長が言った通り企画部へと移動することになった。そして課長として彼女の下で働くこととなった。正直私としてはもっと水島さん、いえ、ケン君と一緒に働いていたかったのだけれども、大西部長が、夫婦を同じ部署で働かせるわけにはいかないからね、と言った。彼女の言うように私とケン君は結婚した。リチャードからの圧力に焦りを感じたケン君は、私が会社から表彰された日、その祝いとして一緒に食事を楽しんだ後で告白してくれた。私も彼に対して特別な感情を抱いていたから付き合うこととなったのだ。そして彼の家族や私のお母さん、それから大西部長からの後押しもあって、私たちはとてつもない速さで結婚した。皆でお金を出し合って結婚式が開かれる頃には、お母さんはすっかり元気になっていた。イギリスの大学を卒業した後くらいに聞かされた病気のことで、私は一時期不安で押しつぶされそうになっていた。将来のことについても考えることができなくなっていた。それに日本にはリチャードや他の仲良しさんもいない。当時の私はとても強い孤独感を感じていた。そんな時に寺島課長から嫌がらせを受けていたものだから、正直辛い気持ちでどうにかなってしまいそうだった。けど
それを乗り越えた自分がいるから、今の幸せがあるんだなって、少し自分のことを誇らしく思うことができた。なんでお前ここにいるんだよ。おう、いいじゃない。僕がどこにいたって。リチャードは時折日本に来ては各地を観光して楽しんでいる。来日する目的は一応商談だけれども、毎回私たちの家に来るものだから、奥様という女性に浮気を疑われたりしているらしい。それでも懲りずにうちに来るとは。そういう根性があるから、社長として成功しているのだろうか、と、ちょっと思ったりもした。ちなみに、彼の会社とうちの会社のコラボ企画は、大成功を収めることができた。最近、ちょくちょく日本に来ているのは、その第2弾についての話し合いをするためというのもある。彼との仕事を通して、私はもっと仕事を楽しいと思えるようになった。今では単にやりがいがあるだけでなく、何かをするたびに世間の注目を集める。大きなことをしているんだという特別感が、私を仕事にのめり込ませた。これからもみんなと一緒に仕事をして、いろんな挑戦をしていきたいなと思った。初めてリチャードと商談した時に彼が言った言葉、みんなに支えられたからこそさ、今でもたくさんの人に支えられている。彼のように成功している人はきっとこのことを強く認識しているんだって改めて思った。だって私がこうして幸せに日々を過ごせているのは多くの人に支えられたり時には支えてあげたりしているからだって、今となってそれがよくわかる。これからも人と人の絆を大切にしていく人生を歩んでいきたいと。幸せとは多くのものによって織りなされるものなんだと私は思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。どうしよう、どうしよう。大事な商談当日、プレゼンでなくてはならない英語の資料が見つからないと、美人上司はパニックに陥っていた。無能社員としてのレッテルを貼られている俺だったが、彼女のそんな様子を見て、意を決して立ち上がる。課長、大丈夫です。僕が代わりにプレゼンしますから。え、でも、手元資料がないのよ。大丈夫ですよ。資料なら暗記してます。課長はそちらで座っててください。彼女は知らない。俺がどうして無能と呼ばれるようになったかを。そして、本当の俺がどんな人間かということを。俺は畑野智弘。新卒で入社した医療機器メーカーに勤務してから、早いもので7年の月日が経過した。周りの同期たちは皆出世し、役職を持っているけれど、俺はといえば、万年平社員として、会社のお荷物のようになっていた。その理由は自分が一番よくわかっている。何をするにしても、一生懸命取り組まないから。その一言に尽きる。営業職に従事しているものの、ノルマの達成目標も、クビにならないギリギリのラインに設定。それを月末近くにこれまたギリギリに達成するのが恒例行事だ。朝は就業開始3分前に出社。帰りは誰に何を言われようと定時ぴったりに帰る。そんな生活を入社してから何年も続けているのだから、会社のお荷物と言われてもおかしくはないだろう。ねえ、畑野さんって絶対残業しないよね。問題を起こって、バタバタしない限りは絶対定時帰りだって聞いたことあるよ。営業成績もギリギリだしね。先月なんて僕の方が成績良かったですよ。そうだよね。ええ、もう30とっくに超えてるよね。あれで万年平社員とかやばくない？やばいやばい。変に関わりたくないよね。そんな陰口を言われているのは知っている。だけど、どれだけ馬鹿にされようが俺は全く気にならなかった。俺はずっとこのまま無能人間として空気のように窓際で生きていくんだと思っていた矢先、人事異動で新しい上司がやってきた。相川美月と申します。
課長職は初めてで、慣れないこともあるかと思いますが、皆さんと良いチームを作りたいと思っています。よろしくお願いいたします。パッチリとした二重の目が俺を捉えた瞬間、俺は驚くことに言葉を失ってしまった。一目惚れというやつだ。人並みに恋愛経験はあれど、一目惚れしたのは初めてだった。相川課長は誰もが一度は振り返りそうなほどの美人。見惚れるなという方がどうかしている。しかし、一目惚れを自覚してすぐに、俺はこの恋心を封印することに決めた。というのも、おい、見たか？営業二課の新しい課長。めちゃくちゃ美人だったよな。見た。聞いた話によると、今独身でフリーらしい。近いうちに歓迎会開いて、飲みに誘ってみようぜ。待て、一課の社員も狙ってるって聞いたぞ。うわ、マジか。一課の社員には勝てそうもねえな。いや、わかんない。そもそも他の部の奴らも狙ってるって聞いたぞ。そんなのもう勝ち目ねえじゃん。昼休憩中に、そんな話を聞いてしまったからだ。相川課長は誰が見てもとびきりの美人だと答えるだろう。つまり、単純にライバルが多いのだ。この会社でバリバリ働き、良い業績を上げている社員たちに比べて、ノルマギリギリの生活をしているお荷物社員の俺では、勝ち目がないだろう。毎日就業開始ギリギリに来て、定時で帰る男のことなんて、使えない無能だとしか思ってもらえない。同じ土俵に立っていると思うのもおこがましいものだ。ふと耳を澄ませてみれば、営業部以外の男性社員も、皆相川課長の噂話をしており、その人気はすごいものだ。同じ課じゃなければ、会話することすらできなかったであろう相川課長を狙うなんて、俺にはとてもできそうもなかったのだった。しかし恋心は封印したものの、やはり気になってしまうもので、俺の視線は無意識のうちに相川課長へ向かっていた。要領よく仕事をこなして、部下たちに的確に指示を出している姿はとてもかっこよく、爽やかで見ているだけで惚れ惚れしてしまう。笑顔が輝いており、取引先からの評判も上々。業績も良く、パッと見ただけだと順調そのもの。しかし、俺は一つ気になることがあった。それは、相川課長には仕事上のライバルが多いということ。当たり前だ。若い女性が役職を持っているということは、周りの男性社員の嫉妬を煽る。女性に先を越されたくないと思う、同じ課長職の男性がたくさんいるのだ。元よりこの会社では、役職者同士で他人の足を引っ張るような、悪しき慣習が割とはびこっていた。全員に共有しなければいけない内容の連絡を一人だけ共有されていなかったり、他の課長宛ての文書が届いているのに、その人には渡さずに隠してみたり、電話の引き継ぎをせずに折り返しができず先方に迷惑をかけてしまう、なんてこともあった。そんな悪しき慣習の餌食になってしまった相川課長。男のプライドなんて言えば聞こえはいいかもしれないが、実際は若い女性に先に出世されるわけにはいかないという焦りと嫉妬なのだろう。彼女も例に漏れず、連絡の伝達ミスをはじめ、足を引っ張られそうになっている場面をよく目撃していた。特に彼女を敵視していたのは、俺の同期であり、営業一課の課長である田辺淳太だった。同期の俺が言うのもなんだが、彼は嫌な奴という言葉が一番よく当てはまると思う。相川課長の前任者に対して、絵に描いたような一通りの嫌がらせをしていた張本人だ。それが原因で前任の課長は精神的に少し病んでしまい、会社を辞めてしまったという経緯がある。田辺は今回新しく移動してきた相川課長のことを女性だからと特に気にしており、先を越されてたまるかと何かとちょっかいをかけているのを知っていた。そんな懸念はあったものの、
相川課長は会社の上層部にとって期待の女性昇進候補だ。そのため田辺から敵視されてはいたものの、上層部からは可愛がられて仕事は順調だった。そんな中、会社で今期の目玉として販売する商品の担当を相川課長がすることになった。その商品は入院患者さんの管理用のもので、患者さんのお薬の時間になると患者さんのお手元にあるタブレットにアラートが行くもの。内容は画像付きで、このお薬のお時間ですよというアラートが流れるもので、処方された薬がたくさんある患者さんでも画像付きでどれを飲めばよいかがわかりやすいというサービスだ。飲み合わせや注意事項なんかも教えてくれる優れもので、うまくいけば病院で重宝されるに違いないものだ。今回この商品を担当するにあたって、新しくチームを組もうと思っています。私が指名するのもおこがましいんですが、力を貸してくれると嬉しいです。相川課長はそう言って、二人の社員の名前を読み上げていく。それから、畑野さん。え、僕ですか？はい、サポートメンバーとしてよろしくお願いします。はあ、わかりました。なぜかはわからない。どうして俺が？という気持ちの方が大きいし、周りもそう思っただろう。しかし課長は笑顔で俺を見てきて、冗談やからかいではないことが伺えた。こうして、驚くことにそのメンバーに俺も選ばれ、参加することが決まったのだった。新しくチームが稼働してからというもの、相川課長は毎日遅くまで残業しながら、プレゼン資料を作っていた。入院中の患者さんは手術の影響などもあり、薬の種類や飲む時間が頻繁に変わることがある。患者さんはその度に混乱してしまい、困ってしまうのだ。体調が不安定で気持ちも落ち着かない中で、薬のことにまで目を向けるのは難しいもの。だからといって、毎度看護師や医者を呼ぶわけにもいかないため、患者さん自身の負担を減らすにあたって、この商品はとても有効なのだ。何としてもこのアラートサービスの素晴らしさを分かってもらいたい。相川課長はそう考えていたのだと思う。とはいえ、売り込み先は日本のみならず、海外へも予定していた。そのためプレゼン資料は日本語のものとは別に、英語でも作成しなければならなかった。毎日何時間も文字と向き合い作業していると頭も痛くなるのだろうに、相川課長は休憩もそこそこに作業に没頭していた。課長、少し休憩したらいかがですか？ここのところ働き詰めですよね。コーヒーでも飲んできてください。他の社員が課長を案じてそう声をかけたものの、課長は微笑みながら首を横に振った。いや、大丈夫です。心配してくれてありがとうございます。でも私、今回のプレゼンは何としても成功させたいんです。それはわかりますけど。気持ちはわかるが、少しは休憩してほしいとチームの皆が思っていた。しかし、課長は頑なにそれを拒否する。私の母ね、入院してるんです。薬の時間忘れそうで怖いって言ってて。でもこの商品があれば、そんな心配しなくてもよくなる。救われる人が多いと思うんです。だから、母みたいに困ってる人を助けたい。何より、私に期待してくれてる上の人たちをがっかりさせたくないから、頑張りたいんです。課長。だからこれ完成させるまでは気合い入れて頑張るつもりです。皆さんも大変なのに、付き合ってくれてありがとうございます。皆さんはしっかり休憩してくださいね。私は大丈夫なので、もう少し頑張らせてください。お願いします。そう言われてしまうと、俺たちは何も言えなくなってしまった。わかりました。でもみんな課長の力になりたいと思ってます。休みたい時は遠慮なく言ってください。頼りないかもしれませんが、みんなで頑張りますよ。チームのメンバーの声に課長は、ありがとうございます。と柔らかく微笑んだ。
翌日の昼休憩中、やはり食事も取らずに仕事に没頭する相川課長の姿があった。チームのみんなはすぐ戻ると言って、ランチに出て行ってしまったため、今ここには俺と課長しかいない。俺は意を決して課長の元へ向かい、デスクにそっとサンドイッチを置いた。え？いや、今日も何も食べていないようだったので、仕事も大切ですけど、健康があってのものですから、無理しすぎは良くないですよ。畑野さん、ありがとうございます。いえ。でも、今はまだ霧良くないから、食べれそうもなくて。あ、そうだ。ちょっと聞いてもいいですか？ここの英訳なんですけど。え？あ、はい。ですね。せっかく差し入れはしたものの、相川課長は食べるどころか、俺に資料の英訳表現について相談してくる始末。頑張りすぎにも程がある。そう思うけれど、彼女の一生懸命さには、なぜだか人を引っ張る力があるようだ。気がつけば、俺ものめり込むように資料の遂行に当たっていた。そのまま皆で協力しながら作業を進め、これならばと皆が納得できる資料が完成した。皆さん、本当にありがとうございます。今度のプレゼン、必ず成功させましょう。課長の声に、三人でうなずいた。そして数日後、万全の体制で臨むプレゼンの直前、会場に入り、プロジェクターの準備をし、さあ始めようと思ったところで、それは起こった。あれ？嘘。なんで？どうして？相川課長がファイルの中を漁るようにして何かを探し始めたのだ。課長、どうしました？それが、手元用の英訳資料がなくて、会社を出るときに確かにファイルに入れたのに、どこ行っちゃったのかしら。今日のプレゼンで使う英訳資料、その手元用、今日のプレゼンでなくてはならないものが見当たらない。相川課長は顔面蒼白でファイルをひっくり返そうとしている。相川課長は日本語でのプレゼンであれば、手元資料がなくても完璧にこなせるだろう。それくらい作り込んでいた。しかし、それが英語となると状況がまるで違う。どうしよう。気合を入れて取り組んできたからこそ、突然の出来事に頭が真っ白になってしまったらしい相川課長は、動揺もあり、どうすればいいかわからず固まってしまっていた。冷や汗が流れて、今にも倒れてしまいそうなくらいフラフラだ。対して先方はすでに席についており、いつまでもプレゼンが始まらないことでイライラし始めている様子も見受けられた。どうしよう。それしか言えなくなってしまった課長。チームの皆もパニックになってしまって収拾がつかない。俺はこの状況をどうにかしないとと思い、深呼吸をしてから立ち上がった。畑野さん。課長、大丈夫です。僕が代わりにプレゼンしますから。え、でも、手元資料がなくて。大丈夫ですよ。資料なら暗記してます。課長はそちらで座っててください。え？泣きそうになっている相川課長には下がっていてもらい、代わりに俺がパソコンのボタンを押す。まさかこんなことが起こるとは思っていなかったけれど、資料を丸暗記しておいて本当によかった。スクリーンに映った資料映像。それを見ながらマイクを持ち、英語で自己紹介から始めていく。そのまま英語でプレゼンを開始すると、ひとまず先方のイライラは落ち着き、そしてプレゼンが進むにつれて、うなずいたり、感心したりといった声が聞こえてきた。課長もチームの皆も、俺がスラスラと英語を話していることに驚きを隠せないようだったけれど、俺はそのままプレゼンを進める。途中、普通の営業マンではわからないような工学的知識まで披露してしまった。余計だったかと思ったけれど、思いのほか盛り上がってくれて安心したところでプレゼンは終了。
先方の方々には握手を求められるほどだった。畑野さん。ん？ああ、課長、お疲れ様でした。その帰り道、相川課長は俺を追いかけてきたかと思うと、泣きながら何度もお礼の言葉を口にした。今日は本当にありがとうございました。畑野さんがいなければダメになってました。取り返しのつかないことになってました。今までの契約も打ち切られてたかもしれない。本当に助かりました。ありがとうございました。もう泣かないでください。僕は自分のできることをやっただけです。課長が気にする必要はありませんよ。だって、私がしっかり資料を確認していれば、こんなことには。それは、まあそうかもしれませんけど、でも僕たちはチームでしょ。課長が困ってたら、みんなで助けるのは当然のことです。ほら、結果オーライってやつですよ。みんな待ってます。早く帰って報告しましょう。俺は涙を流す相川課長にティッシュを渡し、それを受け取った彼女の隣を歩く。チームのみんなも俺の前にいたけれど、課長をそっとしておきたいと思ったのか、先に帰ったようだった。ねえ、畑野さん。はい？どうしてあなたはとっさにあんなことができたんですか？あんなこととは？手元資料がないのにどうして英語でプレゼンなんて。しかも私も知らない内容が入ってたと思うんですけど。少し落ち着きを取り戻した課長に聞かれて、俺はどう答えようかと思ったものの、隠しきれないと思って全てを話すことにした。ああ、いや、実は僕、あんまり言ってないんですけど、英語圏の大学出身なんですよ。その中でも工学を専攻していたので、あの手のものには少し詳しくて。英語圏の大学？はい、その、ケンブリッジ大学出身なんですよ。え？ケンブリッジ？なんでそんなすごい人が、あんなに流暢に喋れてプレゼンも上手で、なのにどうして役職がついてないんですか？言ってから、しまったというように口を覆った課長に思わず笑ってしまう。それはですね、今まで胸に秘めておいたものを、俺は少しずつ話し始めた。俺がこうなってしまったのは、新入社員だった頃に、田辺たち同期に散々手柄を横取りされたことがきっかけだった。田辺、よくやったな。ありがとうございます。ようやく次回契約にこぎつけられそうだと思っていた取引先、田辺が俺を出し抜いて先に契約をもぎ取ってきた。それに比べて、畑野、お前はどうしたんだ？そもそもこの案件ももともとはお前の担当だっただろ？今回は田辺がうまくやってくれたからよかったものを、次回からは気合を入れ直すように。当時の部長に叱られている俺を、田辺はニヤニヤしながら見つめていた。そこから、どんどんおかしくなったのだ。俺がやろうとしていることを調べて、根回しされたこともあった。この企業にはこの商品を、そう思ってデータ化していたら、それを盗み見て、先に契約を取ってきたこともあった。俺が悪かったのかもしれない。俺が甘かったのだということは分かっていた。だけど、仕事というものは、皆で協力することが大切なんじゃないのか？ノルマが厳しいのなら、言ってくれればいくらでも手を貸したのに。どれだけ頑張っても、美味しいところを全部横からかっさらっていく田辺たちに、俺はいつしか無力感を抱くようになっていた。頑張ったって、意味ないじゃん。どうせあいつらに全部横取りされるんだ。俺が頑張った分、評価されるのはあいつらで、俺はゴミのように無能扱いされる。それなら、頑張るだけ無駄じゃないか。俺の頑張りが彼らの出世につながるのが許せなくて、それならばと、自分の出世街道はきっぱり捨てて、無能社員を演じるようになっていた。仕事は好きだったんですよ。今でも好きなんです。でも、
好きで頑張ったものを評価してもらえないのが悔しかったんです。それで諦めたというか、自ら捨てたというか。だから今でも万年平社員なんです。情けないですよね。でも僕はそれで納得してるし、早く帰れるし、苦ではないです。まあ、仕事へのやりがいもなくしてしまったのが唯一の心残りですけど。ははは、と笑ってみせるけれど、相川課長は一つも笑っていなくて、気まずい空気が流れた。余計なことを言ってしまった。何か言わないと。そう思った矢先、相川課長が。苦労なさったんですね。と落ち込んだように下を向いた。仕事って、長い人生の時間の中で大半を占めるじゃないですか。そうですね。だからこそ、私は仕事は楽しく、やりがいを持ってやりたいと思ってます。はい。だから今、畑野さんの話を聞いて、かわいそうだなって思ってしまいました。ごめんなさい。いえ、いいんですよ。実際そう思う人がほとんどですから。こんな話をすれば、同情されるのはわかりきっていた。やっぱり自分の中でどれだけ割り切れていても、周りから見ればそう思われてしまうよなぁと苦笑いをした。しかし、いえ、その境遇ではなくて、その結果それで納得してると自分に言い聞かせてる畑野さんに、かわいそうだと思ってしまったんです。彼女の声を聞いて、俺は驚いて立ち止まる。彼女もまた、立ち止まって俺の方を向いた。え？万年平社員が情けないとは思いません。だけど、言い訳してそこで立ち止まってるのは情けないと思います。淡々とした言葉に、俺は顔から火が出そうなくらいに恥ずかしくなった。あ。だから、すみません。私がそんなことを思ってしまって、すみません。言い訳してそこで立ち止まっているのは情けない。その通りだ。俺は自分に言い訳して人のせいにして、なんて情けないんだろう。だからこそ、同時に悔しくもなりました。え？畑野さんのような人が力を発揮する機会を失ってしまった。そんな考え方になってしまった。それが悔しいです。こんなにすごい人をそうさせてしまった会社の風潮や、田辺課長たち、畑野さんの同期の方々へ憤りを感じます。彼女の目には怒りが現れていて、俺は拍子抜けしてしまったのだった。その後も課長と会話しながら会社に戻っている途中、俺はあることに気がついて、すぐにフロアにあるシュレッダーを確認しに向かった。畑野さん、どうしたんですか？思ったんですよ。今日のこと、もしかしたら誰かの嫌がらせなんじゃないかって。え？嫌な予感がしていたけれど、それはどうやら的中したようだ。シュレッダーの中をひっくり返すと、それはすぐに目についた。嘘！これ！当該の英訳資料の切れ端がいくつも見つかったのだ。これを持って行こうとしていた相川課長が、自分で大事な資料をシュレッダーするわけがないし、そんなうっかりミスをするような人じゃないことはよく知っている。念のため聞きますけど、今日シュレッダーに触りましたか？触ってません。私が朝からずっとデスクにいたの、畑野さんも見てたでしょ？はい、見てたのでわかってます。確認のために聞いただけです。すみません。謝ると、課長は安心したようにうなずいた。でも、じゃあ一体誰がこんなこと？怖くなってしまったのか、課長が身震いしていた。確認しに行きましょう。え？防犯カメラ、何かしら映ってるはずです。でも、カメラの映像って、確か確認するのに申請が必要なはずじゃ。プレゼンがダメになるところだったんですよ。それくらい重要なことです。実はさっき上層部にはそれとなく連絡しておきました。閲覧の許可は得てるのでご安心ください。いつの間に？
俺は困惑している課長を連れて、防犯カメラの映像を管理している守衛さんのもとへ。話はすでに通っていたらしく、すぐに映像を見せてもらった。あ、畑野さん、ここ。これですね。すると、俺たちが社を出る本当に直前、課長がお手洗いに行った隙を狙った仕業だった。これ、映ってるのって。はい、田辺です。そこには俺の同期の田辺の姿がバッチリ映っていた。あいつ、なんてこと、すぐに問い詰めてきます。俺が田辺の元へ行こうと足を動かしたとき。待って。課長が俺を止めた。課長、どうして止めるんですか？確かに、今回は田辺課長がしたことだった。だけど、その隙を作ってしまった私にも責任があります。課長。お手洗いにも、ファイルを入れたカバンを持っていくべきだったんです。私が目を離したから、こんなことになった。今回は畑野さんがいたからよかったけど、今後は私自身が気をつけないといけないんです。人のせいにする前に私が反省しなければいけません。だから、もういいです。課長は他責を良しとしない人のようだった。これは課長のせいではないと俺が何度言っても、課長は田辺に責任を追及することはしないと断言した。畑野さん、いろいろとありがとうございました。それから、ひどいことも言ってしまいました。申し訳ありませんでした。いえ、正論でグーの根も出ないです。そんな凛とした姿が本当にかっこいいと思うと同時に、彼女にそんなことを言わせてしまう自分に失望した。俺にもっと力があれば、彼女にこんな顔をさせずに済んだだろうか。俺はいつまで新卒の頃のことを引きずってくすぶっているのかと恥ずかしくなる。いくらでも這い上がるタイミングはあったはずなのに、目の前のことから逃げ回って、バカみたいだ。俺も人のせいにせず、しっかりしよう。そして、課長へのこの気持ちにも、逃げないで真剣に向き合ってみてもいいんじゃないだろうか。最初から諦めるには、まだ早いんじゃないだろうか。もしかしたら、今ならまだ間に合うんじゃないか。そう、強く思った。その後、プレゼンがうまくいったことにより、今回のサービスの売れ行きは好調。相川課長はその功績が認められ、部長に昇進することになった。そこでも足の引っ張り合いに巻き込まれ、一人で会議室で泣いているのを見てしまう。彼女はこの仕事が好きで、誇りに思っているのはよく知っている。だけど、このままだと彼女の心が壊れてしまいそうだと思った。この会社はあまりにもこういうことが多い。彼女を守りたい。一人で泣かせるようなこと、あってはならない。そのためには、俺も生まれ変わらないといけない。そう一念発起した俺は、同業の新会社を起こそうと決めた。独立？畑野さんが？ちょっと部長、声が大きいです。あ、すみません。でも、どうしてまた急に？いろいろあって、このままじゃダメだなって思ったんです。そう。応援してます。頑張ってくださいね。話してくれて嬉しいです。相川部長にそれを話すと、完全に何かを勘違いしていて笑ってしまう。違います。僕は相川部長をヘッドハンティングしようとしてるんですよ。え？こんな会社じゃ、あなたの能力は発揮できない。一緒に一から頑張ってみませんか？今度は人のせいにしたり、言い訳したり、無能ぶったりせずに、自分の能力を信じて頑張っていきたい。だけど、それは俺一人ではとても難しいだろう。だけど、彼女がいれば。私で、いいの？相川部長がいいんですよ。あなたの仕事に対する姿勢、尊敬してます。ぜひ一緒に働きたいんです。本当はこの話にうなずいてくれるかどうか、半分賭けのようなものだった。長年勤めて役職まで持っている人を、
成功するかもわからない独立のタイミングで引き抜こうだなんて。だけど、今を逃したら手遅れになりそうで、どうしても諦めたくなかった。わかりました。私も畑野さんと一緒にお仕事したいです。畑野さんが実はすごい人だって知ってるし、断る理由なんてないですよね。彼女が笑顔でうなずいてくれた時、ほっとして泣きそうになったのを覚えている。その後、俺たちは密かに準備を進めて、新会社が設立したと同時に退職。様々な憶測が囁かれたものの、辞めた後なら全く気にならない。二人で独立したことを知った前会社の上層部からは目の敵にされているだろうが、そこは仕事でカバーしていこうと思う。ビジネスパートナーとして、彼女とはのびのびと働くことができている。誰にも足を引っ張られず、むしろ協力して一つの目標に向かうことが、こんなにもすがすがしく、やりがいのあることだとは思わなかった。相川部長を改め、相川さんも同じように思ってくれているようだ。相川さんはもともと仕事一筋というタイプのため、俺たちの関係が恋愛というものに発展するのは遅いけれども、ビジネスだけでなく、プライベートのパートナーとなる日も近い。となればいいなと思っている。俺の勘違いでなければ、いわゆるいい雰囲気というものにはなってるはず。だって、周りにそう言われているのだから。以前相川さんが言っていた入院している彼女の母親も、退院が近いらしく安心している。娘に春が来たなんて言っているようで、こんなこと言われても畑野さんも困りますよね。すみません。なんて恥ずかしそうに謝る相川さんの可愛さに思わず抱きしめたくなってしまったくらいだ。前会社ではあの後田辺が足の引っ張り合いに負けて平社員に降格してしまったと聞いた。それに対して同情心は全くない。今まで散々他人の足を引っ張ってきた報いだ。少しは反省してほしいもの。田辺の他にも、そんな慣習に疲れてしまい、会社を去った社員が何人もいるらしい。今までそんな体制を放置してきた部長層は、近々役員たちからの事情聴取が入ると噂されている。それで改善すればいいものの、根付いた慣習はなかなか消え去らないだろう。おそらく、またしばらく辞めてしまう社員や、俺のようにやる気を失ってしまう社員が増えるのではないだろうかと思う。やはり仕事というものは自分の能力を存分に発揮してこそ楽しいと思えるもの。やりがいもなければただ毎日同じことをこなすだけのつまらないものになってしまう。何より生きているという感覚や皆で協力したからこそわかる達成感や喜び、そういうものを感じられるのが醍醐味じゃないだろうか。これからは仕事においても自分の人生においてももう二度と適当に生きるのではなく真剣に向き合っていこう。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中学までしか卒業できなかったお前には似合いの水ぼらしい店だな。いじめと貧乏に耐え母と開いた小料理屋を侮辱した同級生、あまりの理不尽に諦めかけたけど、次の瞬間、俺は鈴木隆、冴えない工場勤務の男だ。今日もベルトコンベアから流れてくる部品を一つ一つ点検していく。本当は高校に行ってみたかったけれど、家庭が貧乏なのと、若くして苦労を重ねてきた母を早く支えたい気持ちがあったから、残念そうな進路指導の先生には申し訳ないけれど、俺、高校には行きません。働きます。と宣言した。先生は、鈴木は真面目だし、勉強もできるから、本当に惜しいよ。でもお前が決めたことなら、頑張るんだぞ。と背中を押してくれた。先生もうちの家計が苦しいのを知っていたので、それ以上食い下がることはなかった。我が家の貧乏には理由がある。俺の両親は
俺の物心つく前に離婚し、俺がまだ幼いこともあって母はなかなか働きに出ることができなかった。離婚の原因は父の女遊びだ。母は毎日のように泣いていたのも俺は知っている。うちを貧乏にして俺たち親子に辛い思いをさせた父を憎むこともあったが、祖父母が俺たち親子を引き取って面倒を見てくれたおかげで何とかやってこれた。この祖父母だが夫婦で小料理屋をやっていた。地元の常連さんだけで成り立つような利益なんて出ないような売り上げだったけど、常連さんには美味しいと評判のお店だ。祖父は時折店自慢の料理を母と俺にご馳走してくれて、戦争の時にはご飯が食べられなかったから食べるものを提供できる人になりたかったと嬉しそうに語った。祖父は昔ながらの人で、弱い者いじめは絶対にしちゃいかん、辛い目にあってもやり返すな、男ならな、と教えてくれた。利益が出なくても貧乏でも家族を好きでいられた思い出の一つだ。でも学校では貧乏を理由にいじめられることがたくさんあった。毎日同じ服ばかり着て髪もボサボサだった俺は、貧乏菌がうつるから近くに来るな、お前の母ちゃんブスだから離婚されたんだろ、貧乏人が学校に来ていいと思ってんの、と心ない言葉を浴びせられることもあった。特にいじめの主犯格にあたる加藤というやつがひどくて、俺の提出するはずだった宿題の名前を書き換えて提出したりしても、貧乏人の価値なんてどれだけ低くても変わんねえんだよ、と悪びれる様子もなく、時にはお金を取られることもあった。加藤は成績優秀、スポーツ万能で誰も逆らえず、担任の先生も見て見ぬふりをしていた。俺は祖父の教えを守り、決してやり返さなかった。家族に貧乏のせいでいじめられているなんて相談できなかったし、味方がいないのも悔しかったけれど、祖父の教えを心の拠り所に乗り切ることができた。あいつら弱い者いじめしかできない卑怯者だからな、という思いでなんとか踏ん張った。中学卒業後に就職してからは、仕事ができる年齢になった今は月に一度ちゃんとお金を払って祖父母の店に食べに行く。俺の大好物は銀だらの煮つけ。お店で一番の人気メニューだった。トロトロに煮られた銀だらが口の中で柔らかくほどけてご飯が進む絶品だ。美味しいものを食べる楽しみや家族との交流に癒されながら仕事をこなす日々だ。工場での仕事は初めのうちは覚えることもたくさんある上、その合間に雑用を押し付けられることもあり、とても大変だったが、くじけたら家計を支えられないためなんとか踏ん張った。5年もすると仕事にはもう慣れてきていた。俺が25歳になったある日、工場には加藤という上司がやってきた。なんとそいつは俺のことを昔いじめていたグループの主犯格のあの加藤だった。俺の存在に気づいた加藤は、会って早々、俺は社会に出て数年で管理者になったけどお前はまだ下っ端の低賃金労働者かよ、と相変わらず見下してくる。確かに加藤は高学歴のエリートで、中卒の自分とでは立ち位置に明らかに差がある。その上加藤にはとある会社の社長令嬢で美人の彼女と結婚目前で、逆玉残し確定だわ。お前にはこんないい女どころか低学歴は需要ないし一生独身だろうな、と俺に向かって煽ってきた。大人になってもあの頃のままの性格の加藤は、ことあるごとに理由をつけては俺に嫌がらせをしてくる。中学を卒業してから10年以上頑張ってきた工場の仕事だが、俺は仕事に行くのが憂鬱になっていた。そんなある日の仕事中、祖父が倒れたとの連絡があった。仕事はまだ残っていたが早退させてもらい、すぐに病院に駆けつけると、母と祖母はもう先に着いていた。祖父は病院のベッドに背中を預けて休んでおり、おお、たかし、
びっくりさせてすまんな。この通りもう大丈夫だ。と、命に別状はないことを祖父にも母にもアピールしていた。しかし祖父のサバンには点滴がつながっていて、祖母は辛そうな顔をして、俺と母に、もう体力的には小料理屋を続けてはいけないことを打ち明けた。祖母は、もともと大して売れてる店じゃなかったし、そろそろ店じまいかね。常連さんには申し訳ないけどね。と、寂しい笑顔で言った。すると母が、私がお店を継ぐわ。父さんと母さんが信念を持ってやってきた店を、潰すわけにはいかないもの。と言った。祖母は、そりゃあなたが継いでくれるんなら嬉しいけど、一人じゃ厳しいんじゃ。人を雇う余裕なんてうちにはないよ。そんな祖母には、俺が、じゃあ、俺がやるよ。と声をかけた。そうして、俺と母は小料理屋を継ぐことになった。そうと決まれば早いに越したことはない。俺はさっさと長年勤めた工場に辞表を出した。俺が辞めるときも、加藤は何やら不快なことを言ってきたが、大好きな祖父母の店を母と一緒に再生させることに夢中で、まるで気にならなかった。それからしばらくは、初めて工場に勤め出した頃の日ではないほどの忙しさだった。俺は祖父母からお店の経営の仕方を教わり、母は祖父にお店のメニューをコツコツ仕込んでもらっていた。もともと料理上手だった母は、すぐに看板メニューの銀だらの煮付けも再現できるようになり、俺は今まで以上に店を繁盛させようと SNS にも力を入れた。やがて店は地元でも評判の美味しい小料理屋として繁盛するようになったが、店が繁盛するずっと前から来てくれているお客さんがいた。その人はいつもパリッとしたスーツを上品に着こなしていて、気に入ってくれているのか、お決まりのメニューは銀だらの煮付け。食べ終わるとにこやかに、ごちそうさまでした。と言ってくれるのだ。昔からの常連さんたちにも、新しく来てくれるようになったお客さんにも、今の繁盛ぶりを喜んでもらえて、俺たちは充実した日々を過ごしていた。そんなある日のことだった。時刻は夜の7時ごろ。店は常連客や評判を聞きつけてやってきたお客さんで活気づいていた。ガラガラ。また引き戸が開いて、俺と母は、いらっしゃいませ。と元気よく声をかける。すると、え？お前、鈴木か？聞き覚えのある声、見覚えのあるスーツ。店の入り口に立っていたのは加藤だった。おいおいお前、仕事を辞めて今頃どこでどうしてるかと思ったら、こんな汚い店で働いてたのか。俺は、まさかこんなところでまで再会すると思わず、言葉が出ない。加藤は、母が調理するカウンターや、小上がりのある奥の畳、手前のテーブル席をざっと見回して。ま、中学までしか卒業できなかったお前には似合いの、みずぼらしい店だな。と、小馬鹿にしたように言い放った。俺と加藤との間に流れる不穏な気配を感じ取ったのか、近くで食事をしていたお客さんたちが心配そうな目線を送ってくる。そうだ、俺とこいつは今、上司でも部下でも何でもない。俺は勤めて何事でもない風を装って。お久しぶりです。近くまで来られたんですか？と声をかけた。ヘラヘラしやがって。お前は変わらないな。相変わらずイラつくやつだ。まあいい。彼女と近くでデートしてたんだけど、どこも空いてなくてね。案内してくれる？もしかして、前婚約されてるっておっしゃっていた彼女さん？外でお待ちなんですか？そうだよ。お前みたいな負け組とは一生縁のない、上流階級の美人さんだ。失礼のないようにな。俺は痙攣する口角を自覚しながら。かしこまりました。今たまたま奥の畳のテーブルが空いてますので、そちらにご案内しますね。どうぞ。すると、彼女さんが店内に現れた。もう、遅いよ加藤さん。私お腹空いちゃった。
加藤の態度が嘘のようにコロッと変わった。ごめんね、奥の席空いてるって。ここでどう？加藤の彼女は確かに美人だった。サラサラのロングヘアに高級そうな仕立てのワンピース、誰もが知ってるであろうブランドのロゴが入ったハンドバッグを身にまとっていた。え？ここにするの？なんだか古いし汚くない？私、いつも連れて行ってくれるようなフレンチがいいのに。美人だが、性格はあまりよろしくないようだ。俺は加藤の口元が引きつったのを見逃さなかった。汚いところでごめんね。また今度埋め合わせをするよ。ほら鈴木、早く案内しろ。カップル揃って失礼極まりないが、俺は耐えた。それにしてもこいつら、自分たちの発言で他のお客さんが眉を潜めていることに気がつかないのか。怖がりの他のテーブルにはいつもの上品なスーツ姿の常連さんが食事をしていて、俺は軽くお辞儀をしてから加藤たちを隣のテーブルに案内した。案内してからも二人はうるさかった。おい、なんだこのせんべい座布団は。こちらは社長のご令嬢だぞ。俺たちをバカにしてんのか。しかもこんな古い畳なの？ストッキング汚れちゃう。すみませんね、うちの店はこれでやらせていただいてるので。さあ、ご注文を受けしますよ。いちいち真に受けていたらキリがないので、俺は注文を受けることにした。品数が少ないな。どれが一番人気なんだ？銀だらの煮付けがおすすめですね。今の時間帯なら定食にできますよ。じゃあそれを2つ。かしこまりました。注文を受けた俺はカウンターで調理する母に向かって、銀だら定食2つと元気よく伝えた。母も、はい、銀だら定食ねと元気よく答えてくれる。下町の料理屋らしい声かけだが、加藤の彼女にはお気に召さなかったようで。ねえ、貧乏くさいと嫌そうな顔をした。耐えろ、俺こんな居心地悪そうにしているぐらいなんだから、きっと料理を食べたらすぐに店を出るだろう。数分して母の料理が終わり、俺は湯気の立つ銀だら定食を二人の前に並べた。真っ白でツヤツヤに炊き上がったコシヒカリ、熱々で合わせ味噌が踊る絹ごし豆腐とわかめの味噌汁、食べやすいように普通より細かく切られたきんぴらごぼうにはレンコンも入っている。ぬか漬けは自家製でみずみずしくてしょっぱくない。上に柚子の皮が乗っている。メインディッシュの銀だらの煮付けは口に含めばとろけ、サラサラの魚の脂が浮いたタレはご飯が止まらない。祖父母が始めて、母と俺が次、たくさんのお客さんに愛されてきた品々が乗った一膳だ。俺は嫌に緊張しながら二人に配膳した。お待たせいたしました、銀だら定食です。加藤はつまらなそうに口に含んだ。加藤の彼女も一口食べた。加藤さん、何これ、ぐちゃぐちゃで気持ち悪い。女の言い草に俺は耳を疑った。確かに皮も真っ黒で見た目もキモいな。貧乏人のゴミ料理だろ。有名店の美食で舌の肥えた君によくこんなもん出せたもんだよな。そこまで言うか。確かにうちはボロくて古くて綺麗な流行りの店じゃない。でもうちの料理を好きだと言ってくれる人もいるんだ。祖父母が、母さんが貧乏しながら一生懸命作ってきた味なんだ。俺の思い出が詰まってる、大好物なんだ。加藤のセリフに便乗して加藤の彼女もひどいことを言ってきた。こんな残飯レベルのまずい煮込みが人気メニューですって？バカじゃないの？でもここ駅の近くだし立地は悪くないね。ねえあなた、鈴木さんだっけ？誰がやってんだか知らないけど店主に言っといてよ。うちのパパ中園不動産系の社長なんだけど、この店引き取ってあげようか？こんなつまんないお店続けるよりずっといいお金で。ダメだ、もう耐えられない。学生の頃も社会人になってからも耐えた。でもこれは無理だ。
目の前が真っ赤になりそうだ。ごめんじいちゃん、俺人生で初めて人を殴ります。俺があまりの暴言に拳を振るいそうになった瞬間、隣に座っていたスーツの紳士がテーブルに拳を打ちつけた。バンと大きい音がする。いつもにこやかにごちそうさまと言ってくれる上品な紳士は静かに怒りに震えていた。なあ君たち、さっきから聞いていれば私の大好物をまずいだのなんだの、店の人への侮辱も聞くに耐えない。君たちの舌がどれほどのものか知らないが、誰が何と言おうとおかみさんの料理は美味しいし、たかしくんの接客も素晴らしい。紳士は静かに立ち上がり、二人に向かって名刺を見せた。あまりこういうやり方は私の主義じゃないんだが、君、中園不動産のご令嬢と言ったかね、私はこういうものだ。加藤の彼女は名刺と紳士の顔を何度も見返して青ざめた。立花藤次郎、パパの会社の親会社の会長さん？加藤も名刺の名前と社名を見て、みるみるうちに青ざめた。立花藤次郎、以前の工場勤務時代に聞いたことがある。かつては一代で会社を上場させた立花重工の敏腕社長で、雑誌にも載った本物の上場企業の経営者。今は会長として一線を退いたと聞くが、今でも日本のあちこちでセミナーを開いている。うちの部品も納品していたので、加藤が今でもあの工場に勤めているなら、取引先のうちの最大手である。加藤は今まで俺が見たこともないような顔色をしていた。真っ青を通り越して、もはや白い。君のお父上から、君が芝浦部品の幹部候補と婚約していると話は聞いていたが、まさかこんな無礼で情けない男だったとは。スーツの紳士改め立花さんは、ため息をついて俺の方を見た。たかし君、彼とはどうやらもともと知り合いのようだね。さっきまでの流れるような侮辱を見ていると、日常的にあんな態度を取られていたんじゃないかと思ってしまうんだが。はい。あ、てめ。やはりか。立花さんは静かな怒りをたたえ、二人に語った。君たちが生まれる前の話だ。私が上京して会社を起こしたばかりの頃は、お金がなくて食事を抜く時もあった。でもこの辺りは昔は安くて美味しいご飯屋さんがたくさんあって、ずいぶん助けられたよ。中でもたかしくんの祖父母はよくしてくれて、会社がちょっと軌道に乗り始めて、とんかつなんか食べられるようになった時聞いてみたんだ。こんなに美味しいんだから値上げをしてみてもいいんじゃないかってね。私なりにもっとお金を払って恩返しがしたくて。そしたらたかしくんのおじいさんは、俺は俺の飯をうまそうに食ってくれる人に食べてほしいから値上げはしない、上京したての頃の君みたいになって言うんだよ。物価のせいで多少値段は変わったけど、商売ってのは金だけじゃないだろう。昔はそんな気骨のある人がたくさんいたけど、今はこの辺りで昔から残っている店はここしかなくなってしまった。それでいて店主があんな昔ながらの人だから、私たち常連はこの店を潰さないために足しげく通っているんだよ。いくらでも美味しい料理を私も知っているが、ここの銀だらの煮付けのうまさにかなうものを私は知らない。お嬢さん、君は普段食べているものがどうやってできているか考えて食べたことはあるかね？あったら彼にあんな侮辱ができないはずだ。私たちの愛する店をそんな風に言う君たちのことは許せないね。立花さんはふっと息をつき、中園さんと芝浦さんとは付き合い方を改めさせていただこうと言った。店内は立花さんへの拍手と俺たちの応援であふれた。私もじいさんの代から大ファンだよ。僕はおかみさんの揚げ出し豆腐大好き。一方で加藤たちカップルは修羅場だった。加藤は激高し彼女に詰め寄った。
おい、お前が中園不動産の社長の娘だってバラさなきゃこんなことにはならなかったんだぞ。は？私のせいにするつもり？あんただってそこの鈴木なんたらのこと散々バカにしてたじゃない。都合が悪くなるとすぐ当たり散らすのね。お前こそちょっと気に入らないことがあるからっていつまでもダダをこねるなよ。お前みたいなわがまま女、家が金持ちでなきゃ誰も相手しねえから。黙れブス。こっちだってあんたが高学歴の出世組じゃなかったら相手しないから。もう帰る。んだとこのクソ甘。二人は言い争いながら出て行った。あ、無銭飲食じゃん。橘さんは、たかし君、身元が割れてるんだから後からいくらでも償わせることができるじゃないかとにっこり笑った。その笑顔がいつもの橘さんの笑顔と違って底知れず怖かったのは気のせいだろうか。後日、風の噂で加藤はうちでの無銭飲食と俺が抜けた後も別の社員をターゲットにして遊んでいたことがバレて懲戒免職になり、最大手の取引先とのやり取りに大打撃を加えたとして関連企業からは軒並み出禁を食らっている。橘さん傘下の企業を含めたらもうまともな企業は彼を雇ってくれないんじゃないか。あの加藤が今さら散々見下していた低賃金労働に耐えられるのだろうか。そして加藤の元彼女中園優子の性格についてはその両親も悩みの種だったらしく、まだ若い娘の後世を願って奈良県の山奥の旅館に住み込みで修行に出されたらしい。かつては宿坊も兼ねていたというその旅館の教育はとても厳しいと聞くが、俺の知ったこっちゃないな。今日も相変わらず橘さんは銀だらの煮つけで一杯やっている。なあ高志くん、うちの傘下の旅館で修行してみる話考えてくれてる？俺は笑って、うちは庶民派ですから、それにじいちゃんが俺と母にしてくれたように今度は俺がこの値段でしか食べられないような家庭の子にうまい飯をご馳走する番なんで。そっか。橘さんは満足そうにうなずいた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。